はい、速稼塾の久保です。特別定額給付金が出るのか出ないのか、まあ菅総理のね誠意に私たちは、まあ、ついていこうかなと思っている矢先にですね、出鼻をくじかれるような出来事が起きてしまいました。菅総理はね、かつて政治家の覚悟という書籍の中に、まあ政治家がね記録を残すことは当然だということをねビシッと書いてあるわけなんですよ。いやー頼もしいですよね。確かに政治家として記録を文章で残しておくこと、これがね後々ものすごくね検証とかそれから追及にものすごく大事になってきますので、記録を残すのは当然ですよね。そのために公文書管理法っていうものがありますからね。それではちょっとね動画の方を切り替えていこうかと思います。今日のヤフーニュースの記事なんですけども、政治家が政府が記録を残すのは当然、新書版で削除ということです。これどういうことかっていうと、かつて書いた政治家の覚悟っていう本の中に政府が記録を残すことは当然っていうふうに菅総理は書いていたんですけどもね、当時で今回、新しいね版が出るときにその部分削除してるってことなんですよ。ご存知のように安倍政権下で、ずっとね、閣僚そして、官房長官を務めてきた菅総理なんですけども、まあ、森友家系に始まらずね、公文書の廃棄それから隠蔽改ざんこういったものが相次いだわけなんですよ。そしてそれに対して大した責任も追及もそれから反省もなくね、今菅総理が安倍政治を引き継いでるわけなんですけども、この状況非常にまずいと。過去の私の発言を削除しないとここを追及されるということで、随分せこい作戦出てきましたよね。いやーひどいですね、まあ、こういうことを見るとね菅総理もやっぱりお前もかっていうふうに感じざるを得ないんですけどね。いかがだったでしょうか。ちょっとね定額給付金のことに限らず菅総理も結局は何者かの傀儡ということがねここで